サイコロステーキ一つね、レストランで注文してますね、滑らない話のサイコロや。サイコロの形多面体や。なんで滑らない話のサイコロしとんねんお前。カードの暗証番号お願いします。あ、レジでね、クレジットカードで支払う人とかこういう機会に、お客さんがこう文字打つみたいなのありますね。そうそうそう、お前が目線そらせや。なんでお前客の手元こうやって隠すねん。お前がなんかこう見ひんふりするとかそういうマニュアルあんねん。お前が目線そらせ、何しとんねんおい。お客様、ちゃんとマスクを着用していないと飛行機を降りていただきます。これちょっと問題になったりしましたね。マスクを固くなに拒否する乗客がいたから空港で降ろされたみたいなね。ちゃんとマスクしてるだろ。あ、いや、してるんやったらいいんですよ。してるんやったら全然いいですけどね。鳥谷のマスクか。なんであの時の鳥谷のマスクしとんの。逆やねん、マスクお前。こっち守らなあかんねん、コロナ禍は。洋服屋ですね、これ。よかったら試着もできますので、言うてね。これ試着させてください。で、試着室入るんですよ、そうそう。こう試着室入って。あ、切れました、あ、どうですか、店員に見てもらいながらね、こんなんやるんですよね。お前テレビで美魔女登場か。テレビで美魔女登場の時のお前カーテンの開き方やないか、お前足元から。なあ、何してんねんこれ。おい、路上の詩人ですねこれ。あなたを見てインスピレーションで言葉を書きます。何言うとんねんこいつね。たまにあります、顔見せて、ほんならなんか色紙に言葉を書いてくれるって。で、お題はお気持ちで、お金はもうお気持ちでいくらでもいいですね。あるんですよね。僕でお願いします。まあまあノリでね、こんなんやる時もあるわ。音楽聴くけど、こういうやつなんかヘッドホンで音楽して自分の世界入ってこう顔見てこう書くんですよね。なんちゅうこと言うねんお前。なんちゅうこと言うねんお前。喧嘩やぞなあ。そんなん言うな、もっと長文でこうつらつら書くねん、ああいうのな。うわ、人倒れてますよこれ。人命救助ですね。大丈夫ですか言うて、あ、人が駆けつけてきて、あなたは救急車を、あなたは AED を。これあったな、人命救助のビデオとかで見んのよ。そう、一番最初に駆けつけたやつがこう割り振っていきましょうっていう運動ありますね。あなたは救急車を、あなたは AED を、いいね。あなたは式場の予約を、式場の予約、電話一本簡単予約、佐々木葬儀場、炎上確定。なんちゅう CM やねんお前。気早いやろ、葬儀場の予約すんのお前。なんちゅう倫理観にかけた CM やこれ。雪見大福が食えるレストラン。雪見大福用のフォークや。なんで雪見大福専用のフォークイラストにしとんねんこれ。一蘭ですね、ラーメン屋、博多系の豚骨のラーメン専門店。一蘭といえば味集中カウンターね。これ発明ですよ。もう誰ともバッティングせず一人で飯食えるとも最高じゃないですか。ただちょっとなんか広いですね。なんかこの三角になって、普通こうもうちょっと狭くてこうね、縦で四角なんですけど、なんか三角みたいになってるけど、味集中カウンターどうしたんこれ。お前ワインディングロードの PV か。お前小袋と彩香のお前曲がりくねたの曲、お前こういうとこで撮ってたぞお前。3人がこうなんか三つどもえみたいになって、ワインディングロードの PV みたいな味集中カウンターないねお前。ピンポン、ウーバーイーツです。あ、やっと届いた出前、よかったよかった。お前これキキがニシンとカボチャのパイ運んでる時のカゴやないかい。お前あんな大雨やのに飢えない入れ物で持ってくなよ。なあ、びしょびしょなって服の中入れてお前ちゃんとせえよ。なんでニシンとカボチャのパイ持ってくる時のカゴやねんお前。サイゼリヤですね。サイゼリヤで店員さんが、お子さんは料理お待ちの間間違い探しに挑戦してみてくださいね。あー、これ話題になってますね。キッズメニューのそのめっちゃむずいねんな、激ムズの難易度で、そう、料理来るまでもわからへんみたいなのあるんですよ。グランドメニューでやらんねんそれ。
いや、グランドメニューのお前ミラノフードリアのページで間違い探しないやろ。子供向けや言うてんねん、あれなあ。絶対嫌信用ならんもん。お前の発想には任せられへんよ。絶対嫌。俺が決めるから全部やめてね。銭湯ですね。銭湯こう中入ると、いやバンダイやけどお前バンダイやけど、何が500円ですやね、お前何してんねん。焼き鳥屋ですね、これお客さんが注文してます。つくね一本と、すいません今日つくね終わっちゃいまして。こういうことありますよね、特になんかいい焼き鳥屋ってこういうのあるよな。あ、じゃあせせり一本と、そうそう代わりに頼むんですよね。すいませんせせりも今日終わっちゃいました。うん、じゃあ砂肝一本。ごめんなさい砂肝もちょっと。あ、発数はありますか。本当にすいません発も売り切れちゃいました。おーねえねえや腹立つの。もう焼き鳥やちゃうやんけお前ほんならなあ店閉めろほんなら。ビックラポンですね。くら寿司で皿5枚入れたら、1回ビックラポンっていうのはガチャみたいな抽選できるっていうね、こうミニゲームでね画面で展開されるんですよこれ。あ、そうそう、こんな感じでなんかくら寿司のキャラクターがまあ野球したりなんかサッカーしたりいろんなミニゲームあるんですけど、これで成功か失敗かで商品がもらえるかどうか決まるんですよね。うん、せぐないやろ。いや、ビックラポンにせぐないねん。誰が通話先読みすんねんお前。セグのパターン覚えてやらへんがな、お前。パチスロ攻略ガイドに乗っとったんかい、それ。なあ。セグないねん、ビックラポンに。何してんねん、お前。防犯のカラーボールですね。コンビニのレジとかに並んでますわ。なんか、強盗とかあって逃げていく犯人の背中にボール投げて、ペイントをね、べちゃーってつけるっていうやつですね。変化球練習用いやいや、フォーク投げるやつおらんから、カラーボールで。ストレートストレート、いやそれどころちゃうから、変化球練習用のボールかい。おい、あ、コンビニでね、おにぎり選んでますねこれ。あ、ちょっとこう手が滑っておにぎりが落ちてしまいまして、あー違う人が、こういうのありません、たまたまなんか踏んでまうた、悪気ないんですけどね、おにぎり踏んでもうた。あ、食べんの食べんでええけどなお前、食べ方ゾロゾロの食い方しとる踏んだおにぎり食うんゾロやで、お前ゾロの食い方してんな、手使ってくれよお前、ゾロやんけ。おい、占い師ですね。好きな人との相性を占いたいのかい。こういうねタイプの占い師いますよ。誕生日と血液型を教えな。だからね、凄腕占い師はもうこんぐらいの情報でも占えるっていう、なんかもう魔法みたいですよね。じゃあこれを見るんだよ。あ、なんか見たらええの占いの結果。うん、ハム太郎のゲーム懐かしいなお前、ゲームボーイのハム太郎の占いのやつやん。お友達大作戦でちゅういらんねんお前、ハート振ってきて、このハートデカなるやつお前、懐かしいなおい。かき氷屋さんですね。はい、いいですね。まあかき氷いろんなシロップの味選べますから。うん、そんなに飛ぶようにレモン味が売れるわけないやろ誰がかき氷でレモン味食うねん、うまないブルーハワイかイチゴや、それか和風のやつ、抹茶とか金時とか、レモンいらんかき氷で。お前らのレモン食えたらサクレ食うからかき氷のレモンいらん、こんな売れることない。何考えてんのお前。強盗だ、金を出せ。銀行強盗来た、怖いよこれ。冷静に対応しないといけないですからね、強盗来たら。うん、突すな。いやいや、突すな珍しい強盗でハンドガンやろまだお前。お前クイックショットしていくんかよお前、一人ずつ強盗、お前ヘッショ狙わんから突すなやめとけよお前。さすがに残してまうて
そんな激烈メニュー、アメリカンドッグ10本はさすがに食堂のおばちゃん残してまうて厳しい。ここもここは残るやろ、どうしてもなあ。